はい、行くね。で、ごめん、ターンダッシュ、ターン手前、7、8メーターぐらいからダッシュしていって、ターンして、浮き上がって2、3かきかくぐらいね。そこまでは絶対的にダッシュね。はい。で、まあ、いろいろ横から取ったりとか、正面から取ったりとか、後ろから取ったりとかするんで、ね。パッて後ろから取った時とかは、パッて、なんか全然足も頭も見えへんかったっていうのが一番ベストやから、ね。それがこう、スピーディーにパンってこうね、回れてる動画が撮れたら OK。ね。後から見て、うわ、これ遅っというのはアウトやから、ね。はい。で、一応、おおよそ15秒間隔。で、おおよそ1分30秒サークルで4本いくんで、ね、はい、おおよそ、今55ぐらい、はい、ほな行きます、よーい、はい、だからターン手前だけダッシュしてくれたら OK なんで、はい、まず横から取っていきます、はい、はい、ちょっとあれやな、水中ちょっともたついてるから、そこちょっと壁しっかり蹴って、即座に上がってきてスイムの方がええと思います、はい、はい、はい、 OK で、できたら第一発目の呼吸はせずに、3、4かきぐらいはノーブレでいくと OK と思います、はい、はい、ああ、いけるね、はい、まあ、ただちょっとかく手前に頭がポコって上がるんで、だからちょっとそこ頭隠した状態で一かき目できたら OK です、はい、はい、まあ、ちょっと頭残ってるからね、ついて左手離したらすぐ頭寝かしてあげるっていうのがベストだと思います、はい、はい、はい、まあ、ちょっと両手で押してる感っていうのがあって、足の着地してからの蹴りが弱い感じがあるんでね、だから左手離すねんけど、右手はちょっと曲げてあげるぐらい近づけた方が壁しっかり蹴れるんで、はい、で今度斜め後ろから取るからね、後ろ、はい、この角度から取った時は足がね、あんまり見えへんのが OK なんで、はい、 OK ですね、はい、はい、はい、ちょっと回転遅いかな、ちょっと大きいような感じがあるんで、もうちょっとコンパクトにね、はい、あー、 OK、 いいね今のは、はい、まあ、ちょっと足ね、ちょっと怪我とかしてるんで、ね、まあ、慣れてきたらもうちょっと壁しっかり蹴ってあげるとOK だと思います。はい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 、OK です。今度正面ね、正面取っていくんで、はい、まっすぐ、はい、ちょっと斜めかな、だからちょっとまっすぐね、蹴ってあげるようにね、はい、はい、OK、 蹴り出しは OK ですね、はい、はい、 OKOK、 今の綺麗やったね、蹴り出しはすごく、
はい、ちょっと待ってな、ちょっとストップ、ちょっとストップね、ストップやね。はいはい、ちょっと待ってな。はい、オッケー。はいはい。でまあ、カオリンはあの水の中あのもたついた時めっちゃ遅くなるから、うん、だから即座にまっすぐしっかり蹴って即座に浮き上がって行った方がちょっと早い感じがあるんで、でマユちゃんはちょっと ゆっくりすぎてちょっと大きいからポッてこうあのコンパクトにねパンって、ま、回ってあげると OK やと思うんで、あの壁蹴りとかはそこそこうまいんで、はい、で牧田さんもあの、まあ、今足があれやから、まあ、あれやねんけど、浮き上がった時に浮き手かく前に頭がポコって上がる感じがあってブレーキかけてるんで頭、まあ、あのちょっと頭はあんまり動かさずに一かき目かいてあげるとスムーズに上がってこれると思うんで、でミキはあの 頭がピョコッと上がって寝転ぶまでがちょっと遅いねんか、だからすぐにタッチついて開いて離したら即座に寝かしてあげるというような感じ、はい、で長岡さんは手ついた時に両手で一瞬押してるんで、うん、だからあれ押すとあの足が離れてしまうから、左手即座に離したら右手はちょっと曲げてあげたらスムーズに足がくっつくと思うんで、はい、そこ守りながら今言うたね、ちゃんと聞いたな、聞いて情けやけどそこちゃんと守ってあと一本ね、はいはい、行きます、よーい、はい、はいはい、速上がってやーっ、はい、まあ、ちょっと今のでも長いぐらいですね、もうちょっとボーンバタバタバタぐらいで上がってくる方がまあちょっと早いとは思うんで、はいはい、はい、そうやね、はい、OKOKOK、 今みたいな感じで、はい、で即座に寝かすね、はい、まあ、ちょっと上がったけど、まあ、あの 寝転がすのはちょっと早くなったような感じなんで、はい、そう、はい、OKOK、 はいはい、OK、